あこんにちは楽天モバイルは9月13日から最強シニアプログラムというサービスをスタートしています本日はこの件と私の感想をお伝えしますまずは最強シニアプログラムのニュースリリースとサイトを見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらがですね楽天モバイルのニュースリリースです楽天モバイル65歳からずっと安心お得にスマホが利用できる 最強シニアプログラムを開始シニアのスマホ利用をサポートする15分かけ放題安心パック込みで実質月額1,780円税込み1,958円から利用可能楽天モバイル株式会社は2024年9月13日金曜日より最強シニアプログラムの提供を開始します本プログラムは楽天最強プランをご契約している65歳以上のお客様に楽天ポイント110ポイントを毎月還元しますまた 本プラグの利用者は通常合計2000円税込2 2 0 0円のシニアのお客様が安心してスマホを利用できる4つのオプションサービスがパックになった15分かけ放題安心パックを毎月1100ポイントの還元により実質月額1000円税込1100円でご利用いただけます最強加速プログラムと本プログラムを適用した場合 3GB 利用時のプラン料金880円税込968円と 充実したオプションサービスをセットで実質月額1,708円税込み1,958円でご利用可能ですとなえています、えー、こちらが15分かけ放題と安心パックのセットですね15分標準通話かけ放題とノートンポモアイルセキュリティ迷惑電話 SMS 対策あとは安心操作サポートがついています 3GB までだと月880円ですね。税込みだと月税込み968円ですけれども、実質月780円、税込みだと月858円になります。3GB 超過で 20GB まではこちら、20GB 超過後無制限まではこちらとなっています。そしてこちらが最強シニアプログラムの詳細ページになっています。ではこちらのページを見ていきたいと思います。 こちらがですね、最強シニアプログラムのページです。こちらからですね、エントリーして参加することができます。また、楽天モバイルのウェブ申し込みはこちらからできますね。最強シニアプログラムの中身がこちらに書かれています。 また、こちらが安く買えるようですね。アコオフスウィッシュ4ですねえ。こちらからエントリーして申し込むことができますね。あと、よくある質問です。以上です。いかがでしたでしょうか。最強シニアプログラムの内容としては、65歳以上のユーザーを対象に、 月額料金から毎月110ポイントの楽天ポイントを還元。15分かけ放題と安心パックが実質1000円で利用可能というものです。もし65歳以上で楽天モバイルと契約しているなら、この最強プログラムを利用して110ポイントの還元は受けた方がいいでしょうね。楽天モバイルは他社と違う色々なサービスやキャンペーンをしてかけてくるので面白いですよね。今後も楽天モバイルに注目していきたいと思います。本日の動画はこれで終わりです。 ご視聴ありがとうございました。